今日も一人で稽古か。精が出るな。あんたが吉岡に来てからもう1ヶ月か。少しは吉岡にも慣れてきたんじゃないのか。ああ。一体どうしたんだ、そんなに激しく稽古して。今さら剣士に戻るつもりなのか。違う、そんなつもりはない。じゃあどうしてだ。俺は忘れていた。何をだ。世の中には俺より強い奴がまだまだいるってこと。もし俺が今もう一人の武蔵と戦ったとしても勝てるかどうかはわからない。清十郎さんの影響か。あんたは清十郎さんと戦ったことで心の底に眠っていた剣士としての本能を目覚めさせてしまった。ちょっと待て。なんだ。あんたに客が来てる。客？ああ。伊藤さんか。久しぶりだな、キリュウ。調子はどうなんだ。宮本武蔵探しはうまくいってんのか。いや、最近祇園じゃお前全然店にいねえから死んじまったんじゃないかなんて噂もあってよ。心配だから見に来たんだ。そうか。お春なんかお前のことが気になって座敷に集中できてねえみてえなんだよ。たまには顔見せてやれよ。そうだな、今日あたりは祇園に戻るよ。それにしてもあんたどうしたんだ、その格好。まあちょっとな。そんな格好していると一発の剣士みてえだな。ああ、それはそうと。お前今日時間あるか。ちょっと付き合ってほしい場所があるんだけどよ、一緒に行ってもらえねえか。わかった。付き合ってほしい場所ってのはここか。ああ。どうしたんだ伊藤さん、特別な用でもあるのか。なあ、何かあったのか。どういうことだ。二刀、やはりお前が。キリュウ、やはりお前が宮本武蔵だったんだな。お前が武蔵なら俺はお前と戦わなきゃならない。なぜだ。俺はあんたと戦う必要はない。そうじゃねえんだ、俺の方に戦う理由があるんだ。え。佐々木小次郎、俺はあの男をお前に譲ることはできねえんだ。小次郎だと。どういう意味なんだ。どういうことだ、説明してくれ。お前と俺どっちが小次郎を切るにふさわしいか、それを決めたいだけだ。なんだと。さあ行くぞ。行くぞ、キリュウ。いや、武蔵。
負けだ、キリュウ。ポイか。まさか俺が剣の勝負で負けてしまうとはな。伊藤さん、どうしてあんたこんなこと。俺もな、昔はちょっとは名の知れた剣士だったんだ。伊藤一等斎って聞いたことあるか。伊藤一等斎って、あの。昔は俺もあの柳生石秀斎なんかの大剣豪と並び称されたもんだった。まさかお前も知っていてくれたかったな。当たり前だ。かつて剣を志した人間で一等斎の名を知らない者はいない。だがどうしてあんたほどの剣士が
身分を隠して祇園の町。お前さんと同じさ、ある男への復讐のためだ。復讐？その相手が佐々木小次郎というわけか。ああ、俺はなきり家族はあの佐々木小次郎に殺されてるんだ。なんだ？小次郎に？10年前のことだ。俺は一刀流と言われる流派を起こし、剣士として順風満帆な日々を送っていた。だが時代は戦国末期、徳川と豊臣の睨み合いが続き、不安定な情勢を見せていた。その時、剣士として名を馳せていた俺に徳川から声が出た。徳川家に仕官をしろと誘われたのか。ああ、俺に仕官を勧めに来た男はまだ若く、青年剣士といった感じの風体だった。それがあの佐々木小次郎だった。それであんたはどうしたんだ？その頃の俺の夢は一刀流という流派を広め、石州祭が作った新影流を超えること。俺は小次郎の誘いを断った。だがそれが原因で徳川家の怒りを買っちまってな。徳川を敵に回したのか。徳川家は小次郎を刺客として差し向け、俺の道場と家族を襲った。そして家族や道場を任せられた。その犠牲、あんたは無事だったのか。その時俺は家を留守にしていてな。だから家族や門下生たちは俺の代わりに殺されたんだ。どうしてそこまで？もし俺が徳川家の仕官を断ったら、豊臣についてしまうかもしれない。そんなことのため俺は復讐を誓った。でも敵はあの徳川、ただ戦ったんじゃ犬死にするだけ。そう考えた俺は身分を隠し、佐々木小次郎と接触できる場所を探した。それが祇園だったってわけか。京の町にできた江戸町には国中から名うての剣士たちが集まる。もしその中に小次郎に近い人間がいたら、俺はその日を伺っていたんだ。そうか。だが伊藤さん、どうして今になって俺と戦おうと？それは小次郎が祇園、それも鶴屋にやってくるから。何だって？実は明日鶴屋で大きな宴席が開かれる。徳川幕府の要人が招かれる宴席だ。そこに佐々木小次郎が来ることになった。明日小次郎が？そうなったらお前も黙っちゃいねえはずだ。お前も小次郎には借りがあるはずだからな。その前に俺とお前どちらが小次郎を斬るにふさわしいか決めておく必要があった。どうして俺が武蔵だと？前々からお前がただ者じゃねえってことは分かっていた。もしかしたら噂に聞く宮本武蔵かもしれない。だが俺にはそれを確かめる時間はない。だからこういうやり方をするしかない。それでいきなり襲うような真似を？もし俺の一撃を受け止められるようなら、その時は間違いなく武蔵だ。俺の読みは当たっていた。そうだったのか。だがどうして俺が小次郎と関係していると分かったんだ？それは光悦から聞いたんだ。実はなきり俺は光悦の力を借りて前々から小次郎の行方を追っていたんだ。5年前光悦は佐々木小次郎が関ヶ原で宮本武蔵という男と接触していることを突き止めた。それで俺が小次郎と関係していると？ああ、お前が関ヶ原で罠にはめられたということも知ってる。だから小次郎に対して恨みを持っていると思ったんだ。何もかもお見通しだったってわけか。悪く思うな、桐生。俺は今でもお前を桐生一馬之助として友人だと思ってる。だが小次郎のことだけはお前に譲るわけにはいかねえんだ。だがこれで俺の気も晴れた。小次郎はお前に譲る。お前が俺の分まで恨みを晴らしてくれ。小次郎はあんたに譲る。え？
だがしかしお前、確かに俺も小次郎のことは憎い。あんたも家族を殺されて、小次郎を恨む気持ちは同じだ。だが俺が小次郎と戦いたいのは復讐だけじゃない。だけじゃない。ああ、剣士として奴ともう一度戦ってみたい。そう思っていた。キリお前、だがそれはもう諦める。それに俺にとって一番重要なのは、どうして俺が関ヶ原ではめられたのかということだ。さあ祇園に帰ろう。キリュウ。なんだ。お前がそう言ってくれるなら俺が小次郎を切る。だがお前、もっと自分に正直になった方がいいんじゃないのか。え？キリュウ、俺はな、お前の気持ちがよくわかる。強い奴と戦いたい。剣士なら誰でも思うことだ。でもな、いつかこの国から戦いが消える日が来る。きっとな。俺のように復讐のために生きるような人間をこれ以上増やしちゃいけねえんだ。そのためにも剣の恨みを剣で返さなくてもいい時代が来るようにするために、俺たちは何かをしなくちゃならねえんだ。変に思うかもしれねえが、心の底じゃ俺はそう思ってんだ。確かにそうかもしれん。でも俺にはまだよくわからない。キリュウ、俺は剣のせいで罠にはめられ、剣のせいで愛すべき人間を失った。だが今の俺があるのは、全ては剣に導かれたものだ。4年前俺は女を目の前で殺された。だがその女が死に際に言ったんだ。本当に剣士として強くなれれば人を救うこともできるってな。だから俺はもっと強くなりたい。剣士としてもっと高みを目指したい。そのためには戦いを避けること。ふん、それが本音か。でもそれでいい。伊藤さん。キリュウ、お前さんはまだ若い。そしてバカだ。バカ。まあ大バカもんだ。剣の力で何かができると信じてる大バカもんだお前は。いや俺は。まあ聞け。俺はな、キリュウ、そんなバカがこの国の未来を作るんじゃねえかと思ってんだ。未来。俺は。ああそうだ。お前さんのように時代に流されず自分の信じる道を一直線に目指すような人間はそうはいない。でもこれからのこの国に必要なのはそんな生き方をする人間なんだと俺は思う。どういう意味だ。そうだな、つまりお前は自分の生き様を貫ける人間かもしれないってことだ。俺は自分に与えられた生き様を変えた人間だ。本当は戦うことに疑問を持っている。でも復讐という二文字が俺の目の前に現れた時からそのためだけに生きるようになってしまった。だがお前は違う。お前は時代に与えられた生き様を信じて今も貫こうとしている。時代が俺に与えた生き様。剣士としての生き様だ。剣士として。普通の人間は生きていく上で自分が楽に生きれる知恵を自然と身につけちまう。だがお前のような人間は自分に与えられた生き様を貫くためそれだけを信じて一生懸命生きている。でもそれは並大抵の意志じゃ貫けないんだ。
徳川の世になってからというもの、自分の生き様を果たすことができない人間が増えてる。いや、そんな奴ばっかりだ。そんな奴ら本物じゃねえんだ。そんな奴らにこの国の未来は作れねえんだ。今こうして見ている景色もきっと、過去に自分を信じて一生懸命生きた連中が築き上げた代物なんだ。だからお前は今の時代を思いのままに一生懸命生きればいい。ずっと自分に正直にな。自分に正直に。そうだ。それが天下無双でも何でもいい。強くなりたいならなればいい。それがお前に与えられた生き様、お前の使命。それを全うすることこそこの国の心、侍の魂だ。逆に俺にはその強さを極めるほどで人を救えるという境地は正直わからない。でもおめえがそれを信じるというんなら、そういう世界もあるからな。うん、もしその答えが分かったら、いつか俺にも教えてくれなあ、キリュウ。その程度か。
その程度か。来い、せい。
近お店にいないみたいだったから。ああちょっといろいろ調べたいことがあって外に出かけててな。もしかして宮本武蔵のことで。まあな。何か分かったの？ああ少しずつだがやってる。そう。ん？どうしたんだ？うん、何でもない。何か言いたいことでもあるんじゃないのか？うん。私、おじさんに頼んだことは本当はいけないことなんじゃないかと思って。え？だって私の頼みを聞いたらおじさんが悪い人になっちゃうってことなんでしょ？お前もし私のせいでおじさんが悪い人になっちゃったら。はるか。ん？お前はそんなこと心配しなくていい。え？俺はお前のことが心配だ。お前がこの町に染まっていってしまうんじゃないかと思ってな。どういうこと？祇園ってとこは人から意志や目的を奪っていってしまう。この町に売られてきた女たちには皆お前と同じように事情がある。最初は皆いつかこの町から這い出ようと必死になるが、いつの間にかそんなことを忘れ目の前の誘惑に負けていってしまう。だからお前には忘れないでいてほしいんだ。お前はどうしてこの町に来て、どうして俺に仕事を頼んだのかをな。そのことを忘れないことがお前がこの町で生きていく上で心の支えになっているんだ。わかった。ありがとうね、おじさん。ああ。おはる、油売る暇あったら店戻って稽古しいや。明日は幕府の偉いさんの大きな座敷があるんや。こないな男と無駄話しとる時間はないはずや。すみません。はよ店戻り。最近姿見せんと思ったらまた戻ってきたんかい。悪かったな。このまま祇園からおらんようになってくれたらよかったのに。余計なお世話だ。ちょい待ち、今のは嘘やん。これからももうちょい顔出してや。え？あの子、おはるな、あんたがおらへんとあかんみたいやね。はるかが。おはるは最近じゃ珍しく強うて根気のある子や。うちも期待かけてんねや。せやけど、あんたが顔見せんようになった途端急に吐き物をなってしもってな。ま、あんたは正直好かんけど、あの子のためや。これからも顔見せてや。ずいぶん都合いい話じゃねえか。それはお互い様や。あんたも今まで散々うちの店の女泣かせてきたんや。たまにはこっちの言うことくらい聞いてくれてもええやないの。まあいい。俺もあいつのことが心配だ。これからもちょくちょく覗かせてもらうぜ。じゃ
うちは明日の準備があるさかい。ほな。
今日の宴席だが、俺の仕入れた情報によると参加するのは京都諸子大の板倉勝重、そしてその警護として幕府の剣術師範大の連中がやってくることになっている。京都諸子大の板倉が？それは本当なのか？ああ、俺も最初は驚いた。何せ板倉は世の中で一番祇園の存在を嫌っている人間だからな。京都諸子大というのは？京都の治安を守るって名目で幕府の任命を受けている京都の町奉行みたいなもんだ。その諸子大の板倉って男は堅物で有名でな、そもそも祇園が四方を壁で囲まれているのも板倉が周囲と切り離そうとしたからなんだ。なぜあの祇園嫌いの板倉が宴席の場所を鶴屋に選んだんだ？そう、問題はそこだ。どうやら幕府要人を招いての宴席ってのは表向きの口実で、裏に一枚徳川が絡んでいるらしい。徳川か？うん、どうも板倉は徳川本家からある密命を受けて祇園に人探しに来るようなんだ。人探しか。誰を探しているのかまでは突き止められなかったが、鶴屋を指名しての宴席だ。おそらく鶴屋に関係する誰かを狙っているんじゃないかと思うんだが。それで小次郎の方は？ああ、それは心配ねえ。こいつを見てくれ。これが京都諸子大から鶴屋に出された客の名前だ。佐々木小次郎の名前もここに。ん？これは？どうした？ここだ。ん？これは、ま、ん？丸目長吉。どこかで聞いたような名前だな。待てよ、もしかして。ああ、5年前俺を関ヶ原に誘った男だ。あの丸目が祇園に？こいつは面白くなってきやがった。つまりあの結城秀康殺しを仕掛けた関ヶ原の役者が全員鶴屋に集まるってことか。ああ。こりゃ俺たちが予想もしてねえような事態になりそうな気がするぜ。どうするんだけれよ。お前は丸目よ。ああ、俺にとっては小次郎よりも丸目の方に借りがある。5年前の真実、まだ俺は何にも分かっちゃいないんだ。よし、じゃあ俺は小次郎を切る。お前は丸目を捕まえて真相を吐かせる。それでいいな？ああ。じゃああとはどうやって鶴屋に潜り込むかだが、伊藤、お前さんに当てはあんのか？刀を持って潜り込むことができたとしても、連中を見張れる座敷を用意するのは難しいな。今日は鶴屋挙げての宴席だ。お目当ての座敷が都合よく空いてるかどうか。お上に相談するっていうのは？俺は店の雇われだ。一階のかき回りが頼んでも取り合ってもらえるわけがねえんだ。それじゃあ俺が頼もう。え？俺なら客として店に入れる。お上も客としてなら断れないだろう。だがお前とあのお上は犬猿の仲なんだろう。言ったところで聞いてくれるかどうか。でもやるしかないだろう。今はそんな悠長なこと言っていられない。ああそうだな、頼んだぞキリュウ。
なんやわざわざ呼び出して。実はおかみさんに頼みがあってな。頼み？なんなん？それが座敷のことなんだが。あーもう早してや。お座敷の準備で時間ないんや。ああ実は今日座敷を一つ用意してほしいんだがな。座敷？ああ例の大宴席が見える座敷を一つ。はあ？なんでや。なんでうちがそないな座敷用意する必要があるん？なんでって言われてもな。ただ飲みたいだけなんだが。それやったら別に他の座敷でもええやろ。空いてる座敷やったら用意するで。いやそれは困る。あの大宴席に近い座敷じゃないと。だからなんで。あいやそう今日は遥の大舞台だろ。俺もあいつの晴れ舞台見てみたいんだよ。お春の？ああ迷惑はかけない。ちょっとだけ例の宴席で遥が働いてるとこを覗き見たいだけだからよ。ダメか？わかったわ。それやったら隣の座敷開けとくわ。席に使い。すまない。まお春のことに関しちゃあんたにも世話になってるからね。今回だけやで。わかってる。ほなうち時間あれへんからあとは勝手にやっとくなはれ。
よし、それじゃ中に入ろうか。ああ、小面の男が京都諸子大の板倉だ。どうぞ板倉様。ん、板倉のやつ、やはり誰かを探してるみてえだな。ああ、しかし小次郎と思われる人間の姿はなかったな。ああ、丸目の姿もない。もしかしたら奴ら宴席には出ねえで店内の警護に回ってるかもしんねえな。やめてください何を言っておるのだ、友情のくせに。いや、板倉先生、まだこの子はカムロドス。先生のお相手なら太夫の吉野や他の天神が。うるさいわ。バイタごときがこのわしに指図するのか。豊島の醜い女など目障りだ。無礼にも程がある。下がれ。失礼いたしました。ちょっと川屋へ行ってくる。お主もついてまいれ。板倉様、ちょっと。うるさい、黙ってこい。今は小次郎と丸目を探すのが先決だ。遥のことは吉野に任せろ。気でも違ったか。こんな真似をしちゃって。心配はいらない。証拠は残らん。佐々木小次郎。ほう、これはとんだ顔合わせだな。小次郎、俺はお前に返せなきゃならん借りがある。何がおかしい。いいのか、こんなところで油を売っていて。てめえら何をしでかすつもりだ。早くあの娘救い出しに行かないと板倉と一緒に焼け死ぬぞ。小次郎、貴様キリ、ここは俺に任せとけ。お前はとりあえずお春と丸めよ。ああ、小次郎、覚悟。おら、おら。
Let's go.
Thank you.
前らは。我らは小次郎様の影。これより先は何人も倒産。各。手加減はなしだ。丸目さん、丸目さんじゃないのか。くそ、こっちも行き止まりか。板倉様、上の階で火消しが来るのを待ちましょう。わしに指図するな。くそ、どうして大御所はこんな幼女のガキを連れてこいなどと。早く立て。何をしておる。早く立たぬか。熱い。くそ、こんな娘のためにわしまで死んでたまるか。お前一人で勝手に焼け死ぬ。どうして お前が嫁。
大丈夫か、ハルカ。え、おじさん。あ、ハルカ、お前大丈夫だったか。え、なんでその鈴、どうして。どうしたんだ、ハルカ。やめて。どうして、どうしておじさんが。有様になっちまったな。ああ。板倉とそのお付きの連中だけが死んだらしいじゃねえか。ん？その顔だとお前さんの目的は果たせなかったみてえだな。なあ、ん？この騒動で店、鶴屋はどうなっちまうんだ。店が火事になっただけならまだしも、客として来ていた京都諸子大が店で死んだんだ。役人たちも黙っちゃいないだろう。それなら心配ねえ。どうも幕府の連中は今回の一件闇に消すらしい。え？どうやら板倉が祇園に来たっていうことは幕府内でも極秘なことだったようだ。おそらくそのことを知ったお上がうまいことを幕府の人間と手打ちでもしたんだろう。店の修復も裏で幕府が面倒を見るってことになったらしい。お上が？うちのやり手女将って呼ばれるだけのことはあるな。そうだな。それはそうと、伊藤さんの方はどうだ。ああ、問題はそっちの方だ。今、俺の馴染みの医者に見せてはいるが、まだ意識は戻ってない。怪我の具合は？肩から胸にかけてバッサリ。医者に言わせると自力で火事場から抜け出たことが不思議なくらいらしい。そうか。まあ幸い注射は外れてるみてえだ。さすが天下の伊藤一等斎って言ったところか。まあ奴のことだ。そのうち目を覚ますだろうよ。ああ。それよりな、キリュウ、伊藤が気を失う前おかしなことを言ってたんだが。おかしなこと。ああ、やつは新影ってな。やつ、小次郎のことか。新影ってなんだ。おい、声がでかい。俺にも意味がわからん。それよりお上がこっちに来るぞ。
遥かが会いたくないってどういうことだ。なや鈴がどうこうって言うてたけど、ようわからんわ。鈴？あの子、ふさぎ込んだまんま誰とも口聞こうとせえへんねん。まあ、あんな事件の後や。無理もないんやろうけど。どないすんの？このままほっとく？いや、どうしても会って話がしたい。お前、なんとか遥かを連れ出してきてもらえないか？まあ、できんこともないけど、ちょっと時間かかるやもしれんわ。わかった。ちょうど俺も今から出かける用事がある。それが終わったらまた顔を出す。まあ、やるだけやってみるわ。おはるがこのままやったら亀の屋さんにも迷惑かけてまうやろし。すまない。ほな。
実はお前じゃない宮本武蔵についてまた妙な情報を聞きつけてな。どんな情報だ？このところ宮本武蔵が宝蔵院に来るって噂が広まってるらしい。宝蔵院？宝蔵院といえばあの奈良にある。そう、あの槍の宝蔵院だ。先代の当主陰影から伝わる宝蔵院流槍術で有名なあの名門寺院だ。でもどうして武蔵が宝蔵院に？また道場破りをするって話なのか？いや、そうじゃねえ。武蔵が宝蔵院の武術会に参加するって噂なのよ。武術会？ああ、どうも宝蔵院じゃ年に一回全国から剣士を集めて武術会を開いているらしい。ちょうど7日後、その武術会が開催される。じゃあその武術会に武蔵が姿を現すと？そういう噂なんだ。だが吉岡道場にもまだ姿を現していない武蔵が本当に来るんだろうか？ああ、それは俺も気になってる。だからこれはあくまで噂でしかねえと思ってるんだが。そうか。どうするんだお前は。宝蔵院に行ってみるのか？それしかないだろう。ただ吉岡で待っていても埒が明かないからな。
そうか。でも気をつけろよ。鶴屋の一件といい、どうもお前さんの周りはきな臭くなってきてるぞ。分かってる。それじゃあ俺はしばらく祇園を出る。伊藤さんのことは頼んだ。ああ、任せておけ。
ますぜ。なんや、連れてきたで。あとはあんたらで話しや。あるか。吉野、世話をかけたな。あとは遥と二人で話す。わかったわ。ほな。鶴屋の女将から聞いた。塞ぎ込んでるらしいな。何があった？別に。別にってことはないだろう。あんな騒ぎの後だ。落ち込むのは当たり前だ。だけどどうして俺のことを避けるんだ。どうした。これは。これと同じ鈴、おじさんの刀についてた。どこでこれを。私の家族を殺した男の刀についてたの。あの時のこと忘れないためにずっと持ってた。お前。おじさんが板倉様を。違う。板倉は丸目さんが。何よ、何か隠してるならちゃんと話してよ。とにかく違うんだ。板倉を切ったのは俺じゃない。じゃあなんでおじさんはあの時鶴屋に。やっぱりそうなんだ。何。やっぱりおじさんが。おじさんが私の家族を殺した。おじさんが、おじさんが宮本武蔵なんでしょう。だからおじさん、いつまで経っても宮本武蔵のこと見つけられないんだ。自分のことだから。はるか、俺はもういいわよ。おじさんなんて信じないから。おじさんなんか信じた私がバカだった。はるか、鈴のことはいつかちゃんと事情を話す。今はそれしか言えない。俺は今から奈良へ行く。宮本武蔵が宝蔵院という寺にやってくるという噂を聞いた。だから直接会って確かめてくる。そんな嘘ついてバレたから逃げるんでしょ。今は信じてくれとしか言えない。でも俺は仕事の約束は必ず守る。それだけは分かってくれ。じゃあ。
宝蔵院か。ここは。わしの家じゃ。お主はここで待っておれ。
ではお主の腕前を試すとしようか。あんた一体宝蔵院仙台院主宝蔵院院営。何？さあ宝蔵院流双日の間合いお主にしのげるか。試させてもらうぞ。なかなかの腕前じゃのお主。あんたもな。当たり前じゃ。わしを誰だと思ってるんじゃ。お前なんぞに言われとうはない。桐生一馬之助。え？どうして俺の名を？さっき宝蔵院の門前で名乗っているのを聞いておっただけじゃ。で、俺は推挙してもらえるのか。ああ、そうじゃな。推挙しよう。お主しか陰春を倒せる奴はおらんじゃろうからな。陰春？陰春って宝蔵院の東大の名前じゃないか。何か訳がありそうだな。聞かせてもらおうか。実はわしが倒してもらいたいのは陰春のことなんじゃ。どうして自分の弟子を俺に？このままじゃと陰春が宝蔵院を暴走させてしまうからじゃよ。暴走？そうじゃ。今や宝蔵院は本来の信仰という目的を見失い、武術を競い合うことだけの集団になりつつある。わしはそれを止めたいんじゃ。でも双日はあんたが伝え広めていったことなんだろ。そうじゃ。だがそれは双日という道の先にあるものを探求するためのもんであって、闇雲に人を傷つけるためのものじゃない。双日の先にあるもの。そうじゃ。人は強さに憧れる。悪から身を守るために強さを身につけようとする。だがそれを正しく使うことができる人間は一握りのもんじゃ。わしは宝蔵院に双術を伝え、力を正しく使える人間を増やしたい。そう思い宝蔵院流双術を作ったのじゃ。じゃああんたは俺に弟子の陰春を倒させ、そのことを身をもって分からせようと。そうじゃ。今の陰春には口で悟しても効き目はない。体で教えるしかないのじゃ。なあ、じゃあなんであんたは陰春に後を譲ったんだ。信じていたんじゃよ。何をだ？陰春は古今東西稀に見る才能の持ち主じゃった。もしかしたら陰春であれば宝蔵院流双術をより極められるかもしれない。わしの届かなかった高みまで登れるかもしれない。そう思ったんじゃ。だが陰春は強さのみを求めたと。
その通りじゃ。だからわしは奴を止める責任がある。これ以上宝蔵院という寺院が無駄な命の削り合いをしないようにする責任がな。だが今のわしは陰心を止められん。だからお主に頼みたいんじゃ。俺は武術会に参加できればいい。あんたの期待に添えるかどうかは分からんが、誰にも負けるつもりはない。それでいいか。結構じゃ。今この世で陰春に勝てるのはあの石州祭かお主くらいしかおらん。野牛石州祭か。あんな大剣豪と並び称されるとは驚きだな。わしは石州祭をよく知っておる。かつては共に剣術を学んだ仲じゃ。え？もう何十年も前のことだがな、お主は石州祭の若き頃によく似ておる。だからお主に託そうと思ったんじゃ。そうか。そりゃ光栄だな。じゃあ推挙状を書くとしよう。わしからの推挙状を持っていけば武術会に参加できるはずじゃ。ああ、頼む。おう。ふん。何？ふん。うん。ふん。来い！わしの弾が出るかな。さあ、手加減せんぞ。さあ、この弾が出るかな。いや、お前の根性を見せてみろ。お前の根性を見せてみろ。わしの弾が出るかな。集中が足りんぞ。もっと集中でいい。うん。いやあ。まだまだ行くぞ。じゃあ、まだまだ行くぞ。これでどうだ。いや。わしの弾が。さあ。つい。根性見せんかい。うん。まだまだ行くぞ。さあ。まだまだ。さあ。根性見せんかい。これでどうだ。集中力が足りんぞ。もっと集中でいい。これでどうだ。待てない。ついに行くぞ。おりゃ。どうしたどうした。どうしたどうした。ふざけやがって。これでどうだ。話にならんな。こら。ほう。おら、どうした。わしの弾が切れるかな。お前の根性を見せてみろ。どうだ。いや、まだ行くぞ。これでどうだ。おりゃ。せい。これでどうだ。
花まで行くぞ。行けせんだ。立てとけ。わしの弾は消えるか。立てとけ。よっしゃ。わしの弾は消えるか。よっしゃ。花まで行くぞ。来い。行くぞ。根性見せんかい。ふらふらふら。集中力が足りんぞ。もっと集中せい。根性見せんかい。ふらどうしたせい。ふらふら。おりゃあふらふら。いやいぞ。ふらふら。集中力が足りんぞ。もっと集中せい。この根性見せてみろ。ふらいくぞ。ふざけやがって。上出来だな。そこに座れ。今のお前になら見えるはずだ。我天慶を得たり。ほう、ふん。東方桐生一馬之助、西方京水流送電車立花紅丸。ではこれより第一試合を開始する。両者前へ。始め。勝者、桐生一馬之助。西方涅槃無尽流筆頭師範大和鳳権前。ではこれより武術界準決勝を開始する。両者前へ。
始め。宝蔵院武術会決勝戦を開始する。宝蔵院二代目飲春、貴殿の名は桐生一馬之助だ。え、桐生宮本武蔵じゃないのか。違う、俺は桐生一馬之助だ。なんだ、じゃあやめた。え、あの飲春様だって宮本武蔵が来るって言うから楽しみにしてたのに。宮本武蔵じゃないんならやっても仕方ないよ。ですが二代目桐生さんって言ったね。そういうわけだから悪いけど帰ってもらえる。俺じゃ相手として不足ってことか。そう、そういうこと。分かってるね桐生さんは。まあ悪く思わないでね。それじゃ。よほどの世間知らずみたいだな。奈良のクソガキは、世の中にはお前なんかより強いやつがゴロゴロいるんだよ。じゃあ桐生さんがその強いやつなのかい。ああ、ひょっとしたら宮本武蔵より強いかもしれんぜ。どうやら口だけじゃないみたいだね。どうだ、少しはやる気になったか坊や。こいつは楽しめそうだ。おい、はい、では両者前へ。
決勝戦始め。お前は強かった。約束は守ったぞ。あれでよかったのか。うん、まあ陰春のやつもこれで世の中の広さが分かったというもんじゃろ。しかしまあ、まさか泣くとは思わんかったわ。よほど悔しかったんだろう。まあ気持ちは分からんでもない。小僧りの恥さらしじゃ。しかしこれがきっかけで宝蔵院が本来の姿に戻れば、それに越したことはない。あとはあんたの教え次第だな。弟子にこんこんと説教してやれ。うん、そうじゃな。お主には世話になった。いや俺も楽しかったぜ。ただ本来の目的は果たせなかったかな。本来の目的。実は俺も陰春と同じで宮本武蔵を探しに来たんだ。でも奴は現れなかった。まあ武蔵が現れるっていうのも単なる噂だったんだろう。手ぶらのまま今日に帰るしかないようだ。そうか。やはりお主はあの噂を聞いて。ああ、あれは嘘じゃ。わしともう一人の男が流した噂じゃからな。え、どういうことなんだ。知りたいか。ああ、もちろん。ならばちょっとついてまいれ。お主が今日に帰る前に会わせておきたい人物がおる。ここじゃ。誰もいないじゃないか。
お主はそこに立って待っておれ。今呼んでくる。どうしてここに。今お主とはこんな相方しかできないからな。どうしても宮本殿に伝えておきたいことが。伝えたいことだと、ふざけるな。俺にはあんたに聞かなきゃならないことが山ほどあるんだ。静まれ宮本殿。私は主君を裏切る覚悟でここに来ているんだ。察してくれ。とりあえず話を聞こう。実は宮本武蔵が宝蔵院に来るという噂を流したのは私と陰影殿だ。今お主を誘い出すためにはそうするしかなかった。じゃあ陰影は俺がここに来ると分かっていて陰春と戦わせるような真似を。そうだ。だが宝蔵院を立て直すため陰春を倒してもらいたいというのは本当の話だ。陰影殿を恨まないでほしい。そうか。それで、あんたが俺に会いたかった理由っていうのは。うん。実はお主にあのお春という少女を守ってほしいのだ。遥かを守る。なぜ。実はあの鶴屋という店の一件、表向きには幕府の宴席ということになっていたが、裏では京都諸子大の板倉が。それは知ってる。板倉が誰かを狙っていたという話のことだろう。そうだ。そしてその人物をあの場から連れ去る計画だったのだ。連れ去る。まさかその人物ってのが遥かだったっていうのか。いかにも。板倉は最初からお春という遊女を狙いあの場から連れ去る計画だった。じゃああんたはそれを阻止するために板倉を殺したのか。本当なら殺したくはなかった。だが私の立場ではそうするほかなかったのだ。どういうことだ。今あの娘の存在は幕府内で重要なものとなっている。私たちはあの娘を幕府に渡すわけにはいかなかった。そのため板倉を切るしかなかったのだ。遥かは一体何者なんだ。それについては言えない。丸目さん、あんた一体何を隠しているんだ。私の立場ではこれ以上のことを話せないのだ。分かってくれ。あんたは5年前もそう言って俺を騙した。そうだったな。すまん。だがこれが最後の頼みだ。天地神明に誓ってもうお主を騙したりはしない。じゃああんたは俺に理由も話さないまま、誰から遥の身を守ればいいのかもわからないまま、遥を守れというのか。そうだ。あの娘の身にもしものことがあったとき助けてやってほしいのだ。今それを頼めるのはお主以外にいない。私はあの娘を危険にさらしたくはないのだ。では頼んだぞ宮本。いや桐生殿。ちょっと待ってくれ。吉岡道場に武蔵の名で果たし状を送ったのもあんたなのか。いや違う。私は今回の一件以外お主の名を語るようなことはしていない。
本当だな。ああ、約束する。キルド、なんだ。お主の周りには桐生一馬之助の正体を知っている人間が何人かいるはずだ。その中にはお主の力を借りて悪事を働こうとする者がいるかもしれん。敵を見誤らんことだ。敵か。だがあんたも敵なのか味方なのか俺には分からない。私はお主にとってどちらの存在でもある。だが今は少なくとも味方のつもりだ。5年前の決着、もしつけなければならない日が来た時はまた敵として会うだろう。では